こちらの方に絵を描いたらどうだと。ひまわりの絵描いちゃおう。かっこいいぞ。じゃあ一生聞けないひまわり描いていくぜ。なんか罪悪感というか、でもワクワクしてたりして、どうなっちゃうだい。まあいっか。ズボン、よいしょ。耐えないで耐えないで。取れてる。押し倒したら一生落ちねえよ。一枚一枚いい感じになる気がしてきた。しかもいい感じのこう、多分こう下絵が効いてんだな。下絵っていうか下塗りが。うん、やってもうた。言えるかな。おっ、消え。消えません。よし、これも味にしよう。ここにもひまわり描いちゃう。人生と一緒です。消えねえんだよ。上塗りしてきゃいいこと。失敗したってさ、前向いて頑張ってください。おい、もういいんじゃない。ライオンみたいな気。ライオン。うわ、危ねえ。垂れたけども、ビニールというかペーパーの上だった。スレスレでお届けしています。よし、こんな感じかな。やべ、楽しい。いいね、もかっちゃ。すいません、プロとしたことがカメラにケツを向けてしまった。結構ここ時計ねえな。時計も買おう。誰かゲストと買いに行こう。白だからよし。いいか。誰か何とか言ってくれ。ひまわりの花言葉、感謝、ありがとう。ひまわり作ってなかったからこの YouTube なかったかな。あれ、鳥さんが来た。なんだこの鳥。え、鳥がひまわりに釣られて飛んできた。可愛らしい。このこれを使おう。さっきの垂れちゃったやつ。こっからこっから生えてる。こっからぐーっとくっちゃ。ベリーピンク、ベリーピンク、ベリーピンク、ベリーピンク。このベリーピンクをなんか茶色に混ぜたら朱色っぽくなる気がする。よし、完成。できたぞ。どう。完成でございます。この二輪のひまわり。なんで二輪になったかというと、そう、皆さんも見たと思いますけれども、たまたまこぼれたこことここを上塗りしてスッと伸びたひまわりと、こうやんちゃにくねくねしながら元気に踊り来るひまわり、二輪を描いてみました。こだわったところはこの一つ一つのこう点ですね。グラデーションと言いますか。で、そしてこの花びら一つ一つの力強さを表現してみました。いろんな色が入ってます。まあ、もともと5色しかペンキ買ってなかったんだけど、色を組み合わせて
いろんな味わいある色を組み合わせてこうなりました。臨場感あるかな、立体感あるかな、力強さを感じていただけるかしら。これを俺らの秘密基地の軸にしたいと思います。まあどっちかがこれで、どっちかがあなたです。楽しいこと、元気が出ること、笑えることを一緒に考えてバリバリ頑張りたいと思います。適当にね。はい、ということで、皆さんにいただいたコメントご意見の中からひまわりを描いてみてはいかがということで、私描いてみました。どうでしょうか。まあ自分なりに何の下書きもせずに思いつきで、そしてたまたま落ちてしまった自己的なこうペンキをさらに利用して上書きして描いたひまわり2輪、いい感じだと思います。イエイ。みんなのコメントがまたこういう感じで、ユースケの YouTube の秘密基地が変わっていくので、これからもどしどしコメントご意見ください。そしていいねの方もたくさんください。めちゃくちゃ嬉しいから、チャンネル登録まだの方はこれからもまだ間に合うので、ガン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 してください。よろしくお願いします。それではまた次回。イエイ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 。